ホーチミン市の美味しいローカルグルメお探しですか？シンジャオ、ナムです。今日のお皿の上のアジアを見ると、ホーチミン市在住のナムおじさんが39店舗の中から選んだ本当に美味しいローカルグルメトップ25についての知識が深まります。画面の前の皆さんの応援が必要です。このランキングは味、サービス、コスパ、立地、話題性を考慮した各店の総合的な魅力をランク付けしたものです。ホーチミン YouTube センチャー、皆さんこんにちは。今日はですね、ミシュランに選ばれたフーティウのお店に行きたいと思います。で、ここはホーチミン市内の3区なので中心からは離れています。車走らせてでも行く価値があるかっていうのをちょっとチェックしたいなと思ってます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。このお店はホーチミン市3区のボーバンタン通りに面しています。ベトナムではよく見かける間口が狭くて奥行きのあるお店です。スタッフの接客は素晴らしく、みんなとてもフレンドリーでした。店内の壁には創業者のドゥエットさん夫婦の肖像画が描かれています。てかめちゃめちゃ綺麗ですね。綺麗なお店です。メニューはかなり豊富です。フーティウの他に豚肉のスペアリブ煮や肉まんも人気だそうです。最初はもっとフーティウ南蛮あかで、これがテーブルの上の調味料です。いっぱいなんか調味料あります。こんなん初めて見たけど、なんと生野菜は個包装されていました。ニラ、春菊、サラってなんていうんだっけ、サンチュ、あともやしですね。4種類の野菜です。あとレモンも上に乗ってます。なお料理名の南蛮は創業者グエットさんの故郷カンボジアのプノンペンを意味します。はい、これがミシュランを取得したフーテオ南蛮カーですね。汁なしです。めちゃめちゃ高いです。ここまず一番上にやっぱりエビが乗ってますね。レバー、豚レバーです。豚肉、これがフーテオの麺です。弾力のある米粉の麺。フランスから輸入しているガラスの器を用いる点もこのお店のこだわりだそうです。ほう、 Google の確か口コミにびっくりするぐらい美味しいですって書いてあったけど、全然びっくりしません。普通です、普通です、普通です。衛生面を気にする人にはおすすめできますけど、別にあの味は普通です。結局野菜は手でちぎるんかい。これは豚ハツですね。ハツ、主な味付けは醤油と豚骨エキスです。辛みが欲しいときはこの唐辛子をダイレクト。これは血の煮こごり、豚の血の煮こごりが入ったスープです。なお三浦康子さんが暮らすカナダのバンクーバーにも支店があるそうです。ここの血の煮こごりのスープ、すっごいなんか血って感じの味します。八角がちょっと入っちゃってるから私はあんまり好きじゃないかな。フーティウが美味しいお店ということでフーティウ食べましたが、別にここで食べる必要は私はないと思います。ここのお店も選択肢の中の一つとしてお店選びしてみてもいいと思います。ごちそうさまでした。牛肉のフォー。じゃあおぶさんもいぐい、今朝はミシュランのビブグルマンに選出されたフォーを食べに行きたいと思います。ホーチミン市内では有名な通りにあるフォーのお店です。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ミシュランガイドのビブグルマンに選出された牛肉のフォーの有名店です。このお店はホーチミン市一区寄りの3区に位置します。観光客だけでなく地元の人にも支持されているお店です。これがメニューです。普通のサイズが9万丼で、大きいのが10万5千丼。高え。牛肉の火加減はレアかウェルダンを選ぶことができます。テーブルの上には野菜と、レモン、唐辛子、あとまあタレ類ですね。バンコワイとこのジャーカイは有料だと思います。黒いソースとチリソースを半々に入れて使います。これがフォーフォー、パスタのフォーです。私が頼んだのはチンですね。もう火の通った牛肉が乗ってます。これが麺ですね。もやしは茹でて持ってきてくれてます。では食べていきましょう。フォーは北部発祥のベトナム料理です。また南北で味付けがかなり異なります。あ、
八角もちょっと入ってるけど南部よりの濃厚なスープです。一般的に南部の方はスパイスを多用した甘めの味付けと言われています。塩味が強いスープになってます。なのでこういった野菜を入れても美味しく食べれるようになっていると思います。ハーブを加える点も南部の方の特徴です。これが牛肉ですね。厚みもあって美味しそうです。ソースにディップして食べます。この大豆由来のソースにディップして食べる点も南部の方の特徴です。わー、牛肉美味しい。濃厚で肉の旨味がぐっと詰まってます。個人的にはフォーフーに次いで2番目に美味しい南部のフォーのお店だと思いました。はい、ごちそうさまでした。牛肉の量がとにかく多くて値段も高いという特徴のお店です。ごちそうさま。バータイチンどうぞ。あ、よかもいチンだけだと肉の量は多いんですけどちょっと食べ飽きてしまう可能性があるので2種類頼んでみてもいいと思います。ごちそうさまでした。バンバンバンバイメン。YouTube センチャー、おはようございます。今朝はですね、最近ホーチミン市内で人気のバインミーのチェーン店を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。このお店はホーチミン市人文社会科学大学の近くにあり、住所はグエンティー民会の11番です。ここのお店ですね、朝6時から営業しています。元外資系企業勤務だった夫婦が始めたバインミーのチェーン店です。バンミーって何？はい、タイです。いや、カムイン。これがジューススタンドで飲み物を買って大学の校内で食べたいと思います。ここです。タイミングが悪かったようで注文までに7分も待ちました。モリヌカムマサイロンイドナ。はい、カモン。待ち時間長くて10分ぐらい待ってしまいました。大学のカフェです。大学内にもカフェがあります。せっかくなので今日はここでバインミーを食べていきたいと思います。バインミーキムチャイのバインミーです。ホーチミン市内に4店舗展開しているそうです。そんなに重みは感じられません。袋から出した状態です。これが中身です。この店の特徴としてマヨネーズが入ってます。このマヨネーズが好きだよっていう人が結構いるみたいですね。ではではいただきます。体積としては大きめでしっとり系のバケットです。ふわっとした軽いめのパンです。甘みの強いマヨネーズです。他のお店のバインミーよりもこってりとしていて日本の照り焼きバーガーに近い味わいです。オレンジジュースです。絞りたてでめちゃめちゃ美味しいです。果肉も入ってます。タイで売られてるオレンジジュースよりはさっぱりしてます。タイのオレンジジュースの方が濃厚で甘みが強いと思います。ぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。貝の分流。まさかの機材故障。じゃあ覚えてよ、もいぐい。今日はですね、分流アップのお店に行ってきます。前回ですね、音声トラブルに見舞われまして音声が入ってなかったので今回は2回目です。それでは行ってみましょう。レッツゴー。それほど遠い店ではなくてよかったです。はい、ここのお店です。到着です。この店は高島屋の入るサイゴンスクエアの麓に位置します。分流はスープにカニとトマトが入った麺料理です。さらにこの店では貝の煮付けが別皿で提供されます。メニューは分流のみです。ビールはないと言われてしまいました。駐車場のおっちゃん、ビデオカメラに興味津々です。調味料はマントンとサテですね。あー、カニのいい匂いがします。はい、これが分流の、大量ですね。全部のせいだと思います。練り物が3種類入ってるのとトマトとあとこのカニの身と麺ですね。これが、アップですね。でこれが野菜です。マントンと唐辛子、まあサテかな、あと砂糖でレモンもたっぷりと混ぜて。おいしい。南部人が好きそうな甘みと塩気を感じる
分量の味になって、まあ、かなり甘いです。貝の煮付けだけ持ち帰ってホテルでビールっていうのもおつですね。レモングラス煮になってますね。コリコリしてて美味しい。麺はブンという断面の丸い冷麺です。ツルツルとしていてとても食べやすいです。バナナの花と空心菜かな。ゆで野菜はベトナム語でラオチュンと言います。一杯7万5000ドンと安くはないけどトッピングがたくさん載っているのでコスパは高いと思います。ここのジャーカン、旨味がギュッと詰まっててめちゃめちゃ美味しいです。はい、ごちそうさまでした。かなりスープが甘みが強いので最初一口目ちょっとびっくりするかもしれないんですけど、レモンを入れたりマントムで味を調整しながら食べると本当に最後の一口まで美味しく食べれます。ごちそうさま。カフェのブッフェ。じゃあ VTuber もいぐい、皆さんこんにちは。今日はですね、お昼ご飯をブッフェが有名なカフェで食べようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。店先に置かれたバイクの数からしても人気店なのが一目瞭然です。このお店は川沿いチュンサ通りの近くにあります。11時半開始のランチビュッフェが有名なお店です。メインメニューを1品注文するとご飯と副菜がビュッフェ形式になります。空調のある屋内席は12時前に満席となりました。副菜は主にサラダ類が提供されています。彩り豊かで様々な種類のベトナムの野菜が並べられています。まずこれがですね、メインの牛肉の炒めです。牛肉炒めで、これがスープで付け合わせでついてきます。で、これが取り放題の野菜とご飯ですね。すごい、こんなにいっぱい乗せて、これで4万9000丼だそうです。すごくないですかこれ。メインメニューはこの他に魚または豚肉の煮付けやオムレツなども選ぶことができます。ベトナムってあんま生野菜を食べないんですけど、こうやって生野菜がしっかり食べれるお店はすごく嬉しいです。で、あと空心菜ももちろん美味しいです。ヌクマムでしっかりと味がついているのでこれだけでご飯食べれます。ビュッフェだけではなんだか申し訳ないのでベトナムコーヒーも注文しました。この店では抽出したコーヒーを温めながら飲むというスタイルのベトナムコーヒーを提供しています。おお、美味しい。私結構いろんなところでベトナムコーヒー飲んできてますけど、そうですね、一番美味しいかもしれないです。熱々で出てきますし香りがとても良いです。味もとっても美味しいです。さっきお店の人に聞いたら、月曜日から金曜日までが、4万9000ドンでビュッフェをやっているそうです。ヘルシーで美味しい料理だけでなくキビキビと働く女性スタッフが印象的なお店でした。ごちそうさまでした。ベトナム風焼き鳥。 YouTube シンチャオ。次はファンビッチャンエリアの北側にある焼き鳥のお店に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。想像より広く飲み屋のような雰囲気のお店です。このお店はグエンタットトゥー通りに面しています。一人で入店してもそんなに気まずい雰囲気ではなかったです。メニューは焼き鳥だけでなく海鮮焼きなどもあります。注文を受けてからヌクマムに漬け込まれた鶏肉を焼き始めるので10分から20分程度かかります。おお。はい、これがベトナム風焼き鳥ですね。手羽先と手羽元かな、ハツとぼんじりだったかな、ちょっと忘れちゃいました。これが付け合わせについてくる野菜とピクルスです。それでは食べてみましょう。炭火焼きした鶏肉の魅力はバンコク共通ですね。いただきます。うん、うわ、うまっ。甘じょっぱいですね。ただ照り焼きみたく砂糖が強めというよりはおそらくマントムを使ってるのかな。甘みは強いけど蜂蜜とかそういう感じの甘さを感じますね。フルーティーな感じがします。で、今もらったのがうずらですね。顔までついちゃってます。うずらです。小骨が多くて少し食べづらかったです。で、これがつなぎもです。
まあ、もうまあ、塩味があったら個人的にはもう最高なんですけど。料金は安くて美味しかったです。もし塩味の焼き鳥もあったら嬉しいなというのが正直な感想です。ごちそうさまでした。ボンリュー、ボンリューのお店です。今回紹介する飲食店はナモジさんが暮らすホーチミン市一区の学生街にあります。この店は有名な通りグエンティ民会の17番にあります。メニューは分流のみでトッピングによって値段が変わります。チャサオ、この店はシロップ漬けにした果実の飲み物も有名です。分流は分という米麺に淡水ガニとトマトから作られたスープを入れた麺料理です。風味豊かな味わいでベトナム国内外で愛されています。これが、分流のゴンミン。容態はどれ、これかな、多分容態かな。ブン、あ、モヨンとダオフでブンがこう入ってます。おいしそう。ワニの実のお茶ですね。お茶にワニの実が入ってます。これは食べれるそうです。ブンは米粉から作られる柔らかい丸麺です。日本人にとっては乳麺に近い食感です。トマトの風味が一番最初にきます。この後に酸味、コク深さみたいなのも感じます。塩ベースですね。麺もプリプリで美味しいです。でこれに野菜を加えていきます。おかわりできますので野菜不足の方はぜひ。鶏肉とつくねです。美味しい。マントも加えると、くせこういう感じですね。発酵したエビの調味料です。ハマると最高です。野菜を入れるとスープが薄まってしまうので、サテと金柑を加えて味を整えました。うん、爽やか。うん、これ絶対入れた方がいい。ワニの実のお茶です。うわ、すっぺ。カリカリ梅をちょっと煮込んだみたいな感じですね。ごちそうさまでした。この分量ももちろん美味しいんですけど、お茶もおすすめなのでぜひ頼んでみてください。ごちそうさま。やっかまーボン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 。チャオボイサモイグイ、皆さんおはようございます。今日はですね、ボンボンを食べたいと思います。レッツゴー。このお店はフォーのミシュラン店と同じくホアンサ通り25番の集合住宅地周辺にあります。この界隈はローカル向けの魅力的な飲食店が点在しています。メニューは分目のみでサイズによって値段が異なります。バイクでテイクアウトする常連さんたちが印象的でした。はい、これが分目ごまん丼です。スペアリブと、これは大根かな、大根と練り物で、これがなんか一番特徴的な気がします。これもハムだと思います。麺はボンですね。でこれが、野菜、魚の出汁なのかなと思ってたんですけど、豚骨スープですね。これはブンは米麺、モックは肉団子を意味します。スープは香味野菜が使用されています。塩味効いてるんで薄くはないけど、特徴があんまりないかな。この店のモックはキクラゲのたっぷり入った鶏肉団子です。これ美味しい。鶏肉のミートボール、量が多い割に全体的に薄味なので、調味料について聞いてみることにしました。あ、まあまあまあ、もうね、それは見たすぎるんやべな。まず小皿にマムトムという強烈な匂いのエビの発酵調味料を入れます。次に唐辛子、レモン、たっぷりの砂糖を加えます。それらをよく混ぜ合わせたら特製の漬けだれの完成です。このマムトムはベトナムでは定番の調味料の一つです。このブンモックにもとてもよく合います。ベトナム旅行の際はテーブルの上の調味料にも注目してみてくださいね。ボリューム満点でごまん丼はかなりコスパ高いです。うわー、美味しかった。レモングラスのお茶で美味しいです。最初ちょっと味薄いかなと思ったんですけど、マントンを使うことによって
濃厚になるし、すごい話まとまらなくて申し訳ないんですけど、また食べたいなと思います。ごちそうさまでした。みーこわーん、すんちゃーもいぐい。今日はベトナム中部の特産麺のミーワンを食べに行きたいと思います。ホーチミン市は雨季に入りまして、夕方は結構雨が降ることが多くなってきました。うわ、美味しそうな店がいっぱいある。でも今日はミーホワンです。レッツゴー。渋滞がもうすごいですね。雨が今止んだばっかりだから、みんな我先にと帰ろうとしてます。ここです。私も最近知ったんですけど、チェーン店らしいです。このお店はホーチミン市1区北部に位置します。エアコンはありませんが、風通しはいいと思います。価格は近所にあるミークワンの店より安いです。でこの店も寸民に教えてもらいました。ありがとう寸民。雨の日の夕方ということもあって、店内は空いていましたが、お昼時は現地の人たちで混んでいることが多いです。注文するとすぐに出てくるので、忙しい時にも利用しやすいです。これがですね、ミーワンのトンティッですね。エビと豚肉の入った、これがミーワンの麺ですね。美味しそう。野菜がついてくるのと、これは、なんだろう。ちょっと覚えてない。で、これが、唐辛子とレモンです。食べる前にもう野菜をドカンと入れてしまってください。私がここに来る目的は、とにかく野菜が食べたいときにここに来ます。チリソースを足します。野菜と混ぜて、これすごいうまそう。麺は弾力がありもっちりとしています。甘じょっぱいタレとちょっと辛みのあるこの唐辛子ソースが絶妙で、マジで美味しいです。で、これですね、おせんべいみたいなのも細かくして入れます。どうですか？美味しそうでしょう。一皿で様々な食感を楽しむことができるのもミークワンの魅力の一つだと思います。めちゃめちゃうまいな、これ。麺はですね、フォーよりも太くて厚みのある米麺です。野菜不足の方、ぜひ食べてみてください。健康にもいいと思いますので、おすすめです。ごちそうさま。フォーのお店の牛肉と漬物のチャーハン。今日は、フォーのお店でチャーハンを食べたいと思います。レッツゴー。このお店はホーチミン市1区北東部に位置します。フォーのお店ではありますが、先生に教えてもらったメニューを注文してみます。コンランドゥアボーデュ。人文大学の先生曰く、このお店はチャーハンがとても美味しいらしいです。しかし朝の忙しい時間帯はチャーハンを注文することができませんので、ご注意ください。注文してから炒め始めるので少し時間がかかりますが、料理は熱々です。わあ、うまそう。漬物と牛肉のチャーハンです。うわ、もうめっちゃうまそう。牛肉がゴロッと入ってます。で、ご飯はパラパラですね。卵が結構まとわってますね、ご飯に。スープは多分フォーに使われてるスープなので、まあ間違いなく美味しいでしょう。いただきます。待て、めっちゃうまそうやん。同じチャーハンでもベトナム北部ではコムザンと呼ばれ、ベトナム南部ではコムチェンと呼ばれています。見た目がちょっと味濃そうに見えるんですけど、全然そんなことないです。どちらかというと薄味で、よく噛めば噛むほどこの漬物と牛肉の味わいを感じられて、めちゃめちゃ美味しいです。このお店のチャーハンはベトナム北部の味付けだそうです。レモンと唐辛子かな、あとチリソースもあります。醤油で、このニンニク酢、これをちょっとかけで混ぜて。南部人は濃い味付けがお好き。こちらは付け合わせのスープです。うわー、濃厚な牛骨ベースのスープです。チャーハンによく合う。フォーの有名店のチャーハン、美味しかったです。ぜひ。ラムラムハン、いや、カムンチエビプリ水餃子。チャオブイサンモイグイ。おはようございます、アラプネ哲夫です。今朝はですね、訪日クラブの参加者のタイさんに教えてもらった有名な、フォーというのはお店ですが、今日は水餃子麺を食べに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。タイさんは仲間内で美食家として有名です。
このお店はファンビッチャンエリアの中心に位置します。この界隈はローカル中華料理店が多く集まります。もっとみーすいたおやフーティウや水餃子だけでなく膀胱も美味しいそうです。いや、かまーん。おーいや、はい、これがですね、ミースイカオですね。水餃子の麺になっております。麺が入ってます。お、こう感じです。水餃子も重みがあります。ベトナム南部では水餃子にチリソースをディップしていただきます。北部ではどうなんでしょうか。これは美味しい。お肉もとってもジューシーです。このワンタンめちゃめちゃ美味しいです。ワンタンってか水餃子です。中には豚肉、エビ、キクラゲ。ベトナムはエビの養殖が盛んなため、エビを使った料理が安くてとっても美味しいです。麺はですね、普通です。ここはもう完全にこの餃子がめちゃめちゃ美味しいです。なんと水餃子は店内で全て手作りしているそうです。ホーチミン市内で美味しい中華料理を食べるなら5区にあるチャイナタウンが有名ですが、ファンビッチャンにある水餃子も見逃せませんよ。撮影に協力してくださりありがとうございました。ごちそうさまでした。すいや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 。じゃあ、おぼいちはもいぐん、今日はおこわのミシュランのお店に行ってみたいと思います。レッツゴー。2023年ミシュランに選出されたおこわのお店です。このお店はホーチミン市ビンタイン区に位置します。路地にあるかなりこじんまりとしたお店です。メニューはベトナム語でソイ、おこわのみです。メニュー表には英語表記もあり、店員さんは明るく親切なので外国人でも安心して利用できます。ソイはベトナムの北部料理という印象が強いですが、このお店はホーチミン市にありながらベトナムで唯一ミシュランに選出されたソイのお店です。はい、これがミシュランを取得したソイですね。ファーラオですね。豚の耳の煮物らしいです。結構粘り気のあるおこわですね。ナモおじさんはファーラオ初体験です。コリコリしてて中華風の味付けですね。醤油とかヌグマムとかで味付けられた豚の耳です。耳が油っ気があってバターみたいな風味を感じます。上に乗ってるのはパテですね。レバーパテ。この店のソイは彩り豊かで食器も可愛らしいです。また癖がなく日本人の舌にもよく合うと思います。割と濃いめの味付けなので、それに対してこのスープはかなり薄味ですね。人参の旨味が引き立ってます。キムチ付け合わせはニラがたっぷり入ったキムチです。酸味が少なく甘みの強い味わいです。甘辛い。この店のソイはえりすぐりの高品質なもち米を使用し、ココナッツミルクとパンダンリーフで味付けをしているそうです。トッピングよりおこわ自体の味わいがとても印象に残る一杯でした。ごちそうさまでした。ブンボーブンボーブンボー。じゃあ、ボイサーモイグン、今朝はですね、ブンボフェを食べに行きたいと思います。昨日の夜はですね、上の階では犬が走り回っていて、下の階では、人間がハッスルハッスルしてて全然寝れませんでした。それでは行ってみたいと思います。あー、お腹すいた。レッツゴー。ナモジさんが最近食べて美味しいと思った料理第13位はホーチミン市一区マクディンチー通りにあるブンボフェのお店です。とても人気のあるお店ですが、14時には閉店してしまいますので、その点はご注意ください。ライフはもっとティッボーバーガンボー。店員さん曰く、唐辛子にヌクマムをかけた調味料を用意して、お肉をそれにディップして食べるのが一般的なんだそうです。これが牛肉です。牛肉が乗ってるのと、あとこれがガンボーですね。筋です。筋の部分が乗ってます。で、野菜とサテと麺は太麺ですね。うわ、うまそう。ここの麺なんかザ・オーソドックスなブンボーフェって感じです。いただきます。スープは酸味があり、レモングラスの香りのする濃厚な牛骨ベースのスープです。あんまり魚介の出汁は入ってないですね。牛肉ベースです。一
口に文房と言ってもお店や地域によってかなりの味の違いがあります。ナモジさんと同じ濃厚な味わいが好きな方はぜひ食べてみてください。野菜も入れます。野菜と唐辛子を足しました。で、あとこれは筋肉です。この店は牛肉が美味しいですね。ちょっと乾燥させた牛肉を使っていて、旨味がギュッと濃縮されてて美味しいです。豚皿目です。はい、ごちそうさまでした。とにかくですね、5万3000丼でこれだけのお肉がいっぱい入っていて、スープもすっきりとしたレモングラスの味わいでとっても美味しかったです。野菜が20円ぐらい追加でかかりましたけど全然 OK です。ごちそうさまでした。焼きガキ、牡蠣を食べに行きます。レッツゴー。このお店は焼き鳥店の近くにあります。この界隈は酒好きにはたまらないエリアかもしれませんね。今回は2回目の訪問でスタッフはナモおじさんの顔を覚えていてくれました。メニューは牡蠣のみで、調理方法は生か焼き牡蠣を選べます。注文は紙に書いて手渡しします。店内かなり狭いのでご注意を。はい、まずは生牡蠣です。ハオソンわさび生牡蠣のわさびソースです。醤油ちょっと垂らして、いただきます。はい、で次が、焼き牡蠣ですね。ネギと胡椒、タマリンド、これがチーズですね。はい、いただきます。仙台の養殖牡蠣のような少し水っぽさのある牡蠣です。産地はベトナム中部地方だそうです。ネギピーナッツ、バーベキューソースやうずらの卵焼きなどいろいろな味付けがありますが、個人的にはチーズとネギが美味しいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。これ数字で書かないと正の字だと分かんないそうです。ちなみにベトナムでも牡蠣はあれにインとされています。今日もいっぱい食べました。ワンビッチャンより北部になってくるとローカルなお店が増えるので、ローカルなお店で食べたいなという人はワンビッチャン北側にご飯食べてみてはどうでしょうか。ごちそうさまでした。バナナンバナナンカタツムリ、じゃあおぶいちゃんもいぐい。こんにちは、荒船哲夫です。今回はですね、鶏肉の方のお店の近くにあるバナナと豆を使った貝の麺、それでは行ってみましょう。レッツゴー。貝好きの皆さん、このお店は必見ですよ。このお店は3区のキーロン通り14番に位置します。ホーチミン市3区にはベトナム人や在越外国人向けの魅力的な飲食店が多く点在します。好、now 就会到的。初訪問のため勝手が分からず宿泊してしまいました。はい、これが Now to eat dao です。どういう料理かというと、私も初めて食べるのであんまり知らないんですけど、まあ op ですね。 op はこれで、バナナで、これは多分熟す前の青バナナですね。あ、豆じゃないんだ。ダオは豆腐ですね、多分。豆腐がダオです。地層とかが入ってますね。いただきます。インターネットによるとこの料理もハノイ発祥の料理だそうです。何味なんだろう。酸味と甘みを感じますね。あと、まあ、スパイスとかが多分ターメリックとかのスパイスが入ってると思います。バナナはさつまいもに近いですね。ちょっと甘みがあるホクホクとした食感です。常温のブンという米麺をつけ麺のようにして食べます。札幌市場の塩ラーメンっぽい味かな。すごい混んでる。半分の量でも注文できると聞いたので追加注文しました。これがオープンにおいてです。前にも違う店で食べたことはあるんですけれども、このようにパイの中に肉を詰めた料理です。で、野菜と一緒に食べます。レモングラスの葉っぱです。貝の下に敷いてあるので、おー、でかっ。レモングラスの葉を引っ張って肉を貝殻から取り出し、シソで挟んでソースにつけて食べます。うん、うまっ。このお店のはタケノコが多分入ってて、タケノコの香りも感じます。貝というよりはこの鶏肉の味が強めですけど、絶対これお酒に合うと思うんですよね。
しかし残念ながらメニューにビールの文字はありませんでした。生姜風味のタレで甘みもあって美味しいです。ラズゴー、いや貝が好きな人は一度食べてみてください。多分一人で貝を食べるなら一番適しているお店だと思います。ごちそうさまでした。スズのご飯。じゃあおぶいさんもいぐい、皆さんおはようございます。今朝はですね、バインコンホンハンという超有名店でコンヘンというしじみご飯を食べたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。お腹すいた。この店は笛料理やコムタムなどを提供するグウェンティ民会17番にあるお店です。留学生や駐在員など多くの外国人にも支持されているお店です。料金はやや高めですが、早朝から深夜まで営業しています。はい、これがですねコンヘンで、ご飯の上にこのたっぷりのしじみですね、豚の油を揚げたものと、まあ、ピーナッツ、フライドオニオン乗ってます。タレとこれはしじみのスープです。いただきます。で、食べ方はこのソースをここにかけて。コムヘンはベトナム中部古都フエの名物料理です。うわうまい。しじみの旨味とミントの香りがとってもよく合います。めちゃめちゃ美味しい。かなり辛いです。フエ料理は辛いことでも有名です。唐辛子が入っているみたいなので、この唐辛子を食べなければ辛くないです。ご飯の下に野菜が入っているので、それほど多すぎるっていうこともなく食べやすいと思います。うわうまそう。これホーチミン市内で美味しいコムヘンが食べられるお店はかなり限られています。貝の旨味とたっぷりの野菜と豚肉の脂の部分がカリカリとした部分が美味しかったです。ごちそうさま。この日はなんとお釣りが多かったです。じゃあカモン。牛肉のフォー。YouTube シンチャオ、皆さんおはようございます。そして Happy birthday to me ということで、本日私39歳になりました。おめでとう。今朝はですね、ウェンフェの広場の近くにあるフォーのお店に行きたいと思います。ミシュランのビブグルマンに選出された有名なお店です。早速行ってみたいと思います。レッツゴー。高島屋の入るサイゴンスクエアからも近く、立地は非常に良いです。はい、ここの路地の中を入っていきます。外国人にとっては冒険心をくすぐられる異国情緒のある路地ですよね。ここがお店です。このお店はホーチミン市一区の中心部に位置します。ご用大丈夫。店内改装されて去年より綺麗になってましたよ、本庄さん。基本メニューは大中2サイズの牛肉のフォーのみです。いや、トートン、あ、トートン、これが野菜ですね。レモン、唐辛子と、あとタレ類ですね。フォーのお肉につけて食べます。痛恨の注文ミスしてました。これがフォーですね。これがまずタイですね。完全に火を通してないお肉と、これがガンですね。筋です。ここのフォーは、ボンに近いかな。この筋なんかホルモンっぽくて美味しそうですね。で、これ卵ですね。もやしで、これが野菜です。まずはスープから。チュンの発音が悪くて卵も来てしまいました。美味しい。ハノイ風とホーチミン風の間ぐらいだと思います。濃厚というわけではないです。塩味が強めであっさりとしてます。私の苦手な八角は入ってないので、中華風の味付け苦手だなっていう人でも美味しく食べれると思います。店主の方に話を伺ったところ、ベトナム西部の出身者にも気に入ってもらえるようアレンジしたそうです。もやしとハーブ類ですね。甘みを加え、八角は入れていないそうです。その結果、現在は多くの外国人から支持されるフォーになったそうです。もう麺はニューバイ。注文ミスしても新しい発見のためキャンセルしないよう心がけています。ダメだ。自分への誕生日ケーキとして食べてみました。豚肉の入ったミートパイです。サクサクでめちゃめちゃ美味しいです。シンプルでだけど薄いわけでもなく、みんなに愛されるフォーだと思います。私もこんなみんなに愛されるような人間になりたい。
というわけで、1食目は終了です。ごちそうさまでした。カモン、いや、変がプライニャ。タイ料理の専門店。今日は私37歳の誕生日ということで、37歳、ベトナムのタイ料理ですね、タイを炒めた麺料理を食べに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。体調が悪い時や妊娠中の方はタイ料理の飲食はお控えくださいね。ベトナム語でタイはオップと呼ばれ、タイ料理はホーチミン市内でとても人気のある料理です。タイ料理以外にもこのチャンネルでは麺料理やローカル食堂などについても紹介しています。この店はホーチミン市一区北東部に位置します。タイ料理は鮮度が命ですので、価格が少し高くても人気店を選んだ方が安心です。だいたい7万ドン前後ですね。わ、結構いっぱいありますね。英語メニューはありませんので多少の知識が必要です。一人だけど乾杯。あっていう金柑と塩、ピーナッツソースですね。用事みたいなので食べていきます。この店は鮮度最優先のため、仕入れ状況によってメニューが売り切れになることがよくあります。夕方5時頃の早めの来店をおすすめします。はい、まずはこちらの牡蠣ですね。牡蠣のチーズ焼きです。何がいいかわかんないんですけど、貝の青胡椒焼きですね。これめっちゃ美味しいんですよ。 この生胡椒が本当に美味しいので、ぜひ食べてもらいたいです。牡蠣はベトナム語でハウです。チーズソースはプロセスチーズを卵やマヨネーズで引き伸ばしたものです。ベトナムの牡蠣小さめなのが多いんですけど、ここの牡蠣大きめですし、食べ応えもあってすっごい美味しいです。でも4万ドンは高いな。この貝はオップーンというタニシの一種です。生胡椒を用いたこの料理はオップーヌンティウさんといい、ナモジさんの一押しです。シンプルに魚醤と生胡椒だけで味付けられています。臭みも苦みも全くありません。8匹乗ってるけど余裕です。日本では絶対に味わえないローカルグルメです。オップモンタイミーサオ。はい、これがオップモンタイミーサオです。私が大好きな料理です。まあ、空心菜とマテ貝ですね。マテ貝が入ってて、さらに麺と炒めてくれてる最強のホーチミングルメです。いただきます。この鉛筆のような形の貝はマテ貝です。もう空心菜はシャキシャキだし、このマテ貝もめちゃめちゃ新鮮で超美味しいです。味はホッキ貝に似ていて、どんな調味料に合わせても美味しくいただけますが、個人的にはタマリンド炒めにしてバインミーと一緒に食べるのが好きです。どこで食べるマテ貝よりも本当にここのマテ貝美味しいです。絶対に冷凍じゃないです。これはベトナムでは会計時の間違いが頻発しますので、必ずレシートは確認してくださいね。間違いを指摘しても全く問題ありません。はい、ごちそうさまでした。安定の美味しさですね。フーティウボーコー、ホーチミン市の名物料理フーティウボーコーです。このお店もグエンティーミン会の17番にあります。実はこのお店、ナモジさんが足しげく通い続けているお店の一つです。現在は2つのブランド店が1つの店舗で運営しているため、メニューはボーコーとブンボーの2種類があります。おおはいはいはい、あ、でもない、トートゥーン、ワイビデオね。塩とレモンの汁を牛肉にこれをつけて食べるとめちゃめちゃ美味しいです。これが私のドワイ好きなフーティーバーカーですね。まず人参が真ん中にあるのと、あともう牛肉ですね。とこの牛肉がめちゃめちゃ美味しいです。で、ガンってさっき聞かれてたこの、見てください、このすね筋肉ですね。牛筋肉、これプリプリでめちゃめちゃ美味しいんですよ。で、麺は固めのフーティーを選んでます、いつも。ハーブ類はスープが熱いうちに入れておきましょう。出して、フーティーはベトナムの米麺の一種です。フォーやブンと違いコシがあるのが特徴です。ボーコーは牛肉の煮込み料理を意味します。主な材料は牛肉、トマト、玉ねぎで、ヌクマム、醤油、クローブ、カルダモンなどの調味料が使用されます。
雑誌とかではフーティオバーカーってビーフシチュー入りの麺みたいな感じで紹介されてるんですけど、やっぱりベトナム風に工夫されていてめちゃめちゃ美味しいです。ちょっと駆け足の説明になってしまいましたが、ベトナムで一番美味しいと思います。ごちそうさまでした。いやー、エムゴーガンニャ、いやー、カムンティキャニチャーハン。じゃあ、おぶいちゃんもいない。皆さんこんにちは、荒船哲夫です。今日はですね、コムチエンコアというカニのチャーハンを食べに行きたいと思います。それでは行ってみましょう、レッツゴー。コメントでカニ料理のリクエストをいただきましたので、ナモおじさんが行ける価格帯のお店を探して訪問しました。グエンバンチョイ市場に面しています。このお店はフーニャンクに位置します。メインはバインカインのお店ですが、カニチャーハンも美味しいと SNS の投稿を見て訪問しました。スーパーレッティサウサムランバタ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 あ、どうなん？てや注文から10分くらい待ちました。カニチャーハン、待って待って待って、すごい。チャーハンです。コムチンコアですね。すごくないですか、こんなにいっぱい麺入ってるんですけど。それではいただきます。カニ料理といえばクワン94が有名ですが、この店では半分以下の値段でカニチャーハンを食べることができます。なお、カニの炒め料理は予約制だそうです。カニの身がすごい香りが感じられます。よく見たら卵もぎっしり入ってますね。このナモジさんは渡りガニに関する知識がないため、これが内子か外子なのかよく分かりませんでした。もう本当に幸せです。今ちょっとホーチミンで一番美味しいかもしれないです、ここのチャーハン。これはオイスターソースです。スープは多分バインカンと同じスープです。まあ、ただ具は入ってないです。あの身の部分も殻とか、あと筋みたいなのも全部ちゃんと取り除かれてて、全然違和感なく食べられます。ここなら手も汚れないし、カニを食べながら会話も楽しめますよ。まあ、いつもぼっちのナモおじさんには関係ないですけどね。はい、ごちそうさまでした。ここのチャーハン、ホーチミン市で間違いなく一番美味しいです。ぜひ皆さん食べに来てください。牛肉のフォー、フォーのミシュラン店、レッツゴー。皆さん、ベトナムのホーチミン市へようこそ。ミシュランガイドのビブグルマンに選出されたフォーのお店です。このお店はホーチミン市一区の北東部に位置します。メニューは米麺を使ったベトナム料理フォーのみで、サイズ、トッピング、カッコ、テール肉の有無によって値段が変わります。ナモジさんは普通サイズのトッピング3種のフォーを選びました。メニューは英語表記もあり安心です。平日の朝は外国人観光客も少なく、落ち着いた雰囲気でした。ミシュランを取得したフォーです。で、あと野菜ですね。私が注文したのは、はいって言って、半生のお肉が乗ってるのと、チンですね。これはもうすでに茹でてある筋ですね。牛筋が乗った3種類乗ったフォーを選びました。麺はこれですね。で、もやしも入ってますね。もやしとフォーが入ってます。はい、じゃあ食べていきます。濃厚。ホーチミン市のフォーの特徴はこってりとしていて甘みがあり、別皿でハーブも提供されます。牛骨スープですけど甘みが強いです。野菜を入れていきます。この店のハーブはタイバジル、ノコギリバジル、リモノフィラです。入れたては硬いので、こう麺の下に入れといて、で、ちょっと、火が通るのを待ちます。調味料としてですね、この黒くて 甘じょっぱいタレとこのチリソースを半々にして、サテもちょっとプラスして、お肉をディップしていただきます。フォーの本場ハノイとは異なる味わいに戸惑う人もいるかもしれませんが、ナモおじさんは南部の味付けの方が好きです。ぜひ皆さんの意見も聞かせてくださいね。はい、ごちそうさまでした。最初ちょっと甘すぎるかなと思ったんですけど、いろんな野菜を加えたり、レモン加えたり、タレにつけて食べたりして、変化のある一杯だったと思います。すごい美味しいです。さすがミシュランという感じでしょうか。ごちそうさまでした。じゃあ、おぶいさんもいぐい、皆さんおはようございます。フォーのお店にもう一度行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう、レッツゴー。今回は牛テール肉の入ったフォーを試してみます。日曜の朝ということもあって、この日は観光客でにぎわっていました。
ホンタッペン。おお。ダクベという方を注文しまして、まあ、全部のせいですね。牛の尻尾の部分だと思います。生っぽいです。さすが全部のせなので、ちょっとよくわからない牛肉の部位もいっぱいになってます。多分軟骨の部分みたいです。おいしい。ダックビッグはトッピングが多い分スープの温度が下がってしまう点がやや残念でした。安定のすっごい濃いスープでした。朝からダックビッグだと重いです。普通の7万丼のお肉を3種類選んだノーマルな方が一番おすすめです。ごちそうさまでした。魚しんちゃん、おいおい、今日はですね、大学の近くにある、コンビンヤンのお店に行きたいと思います。それではレッツゴー。コムビンザンはベトナム風の大衆食堂で、主にベトナムの家庭料理を味わうことができます。このお店はホーチミン市一区北東部に位置します。なんか魚料理がめっちゃ美味しそうですね。このお店を社員食堂として契約している近隣の会社もあるそうです。このお店の特徴は魚介類を使ったメニューが豊富という点です。初めての場合は少し戸惑ってしまいますが、注文方法は至ってシンプルです。次のチャプターでベトナム語を使った注文方法をご説明していきます。値段は料理によって多少異なりますが、一皿およそ4万ドンが相場のようです。この店ではご飯、野菜、スープがおかわり自由です。空いている座席に座って食事をしてから会計を済ませます。どのコムビンザンも大体同じ手順です。はい、これが今回頼んだ魚の煮物です。多分これサーモンかな、白身魚ですね。こういう感じです。サーモンではなくバサというナマズの一種だそうです。淡水魚なのかな、かなり泥臭いです。カレーの煮付けにちょっと似てます。台湾のサバヒーにも似た味わいです。独特の脂身があってめちゃめちゃ美味しいです。好き嫌いはかなりあると思う。これはサテというレモングラスを使ったラー油です。醤油をご飯に一振りする人も多いです。スープは白菜ですね。スープの具は日替わりです。日本人の舌によく合います。英語は話せませんが、とても親切なおじさんが会計をしてくれます。お昼時は満席、相席は当たり前の超人気店です。はい、ごちそうさまでした。ここのお店なんとですね、店名がないらしいんですね。なので Google マップにも載っていないちょっと珍しいお店です。魚料理を一人でささっと食べたいなっていう人にはとてもおすすめです。ごちそうさまでした。先生、注文いいですか。じゃあ覚えちゃうもんね。今日もコンビニやのお店に行きたいと思います。熱い、レッツゴー。今回はベトナム語での注文方法を3ステップで解説していきます。アンオーダイ、アンオーダイ、コンコン、海内海内、いや、どうか。ご飯の量も調整してくれます。追加するはベトナム語でテムです。ご飯を増やしたいときはテムコンと伝えましょう。マジローカルのベトナム料理です。エビすげー。いくらなんだろう、怖いけど。日本だったら多分880円ぐらい。注文時にバオニューテンと聞けば値段を教えてくれますが、混雑時は猛烈に聞きづらいです。美味しい。オイスターソース煮込みですね。八宝菜みたいな味がします。日本の土曜の昼は比較的に空いていますので、初めての方におすすめです。常連客たちは列に並ばず、自分たちでおかずを盛ります。平日の昼時は店内混沌としていますので、もたもたしていると地元のお客さんたちにも迷惑がかかってしまいます。定食メニューは9時頃から提供開始しています。スープと、これなんていう魚なんだろう。ナモジさんは知見を広げるために、最近は列の前に並んだ人と同じメニューを注文するようにしています。キビナゴかな、キビナゴの煮物みたいです。なんかね、アナゴみたいな味がしてすごい美味しいです。あの、超エムホイヤモカオドホン、カイナイラモンモンテンジカロタムカカカロタムカカンロムラムタムカラムタムフィッシュラムタムフィッシュ
地元の人たちとの交流もできて、ナモジさんにとってはベトナム語を勉強するいい機会にもなっています。結構この時間になるとおかずがだいぶないので、1時ぐらいになるともうほとんど選択肢はなくなると思います。ごちそうさま。すっかり魅了されてしまい、この店でインターンシップできないかななんて思い始めたナモジさん、今日も足しげく通います。この日は大量のテイクアウトをお願いするお客さんがいて、お母さんはイラついていました。野菜の種類はタイミングによって異なります。これが豆腐ですね。よし、結構ベトナムでは定番のおかずです。厚揚げの間に豚肉が挟まっている料理ですね。この店の煮込み料理はいつも熱々なのも個人的にはポイント高いです。トマト風味、新鮮な炒めはただで盛り盛りにできます。お肉も美味しいですね。今まで魚しか食べなかったんですけど、お肉料理も美味しいです。この日はあまり煮込んでいたので撮影を途中で断念しました。いや、出てくるわ。あー、めらんね。料理を炭火で温めているため、服に匂いがつく場合があるので、その点はご注意ください。今日も美味しかったです。お昼しか営業してないので、その点がちょっと残念ですが、明日も食べたいと思います。ごちそうさま。メニューについて。さて、ここからはどんなメニューがあるのか紹介していきたいと思います。しかし、メニューは基本的に日替わりですので、参考程度に見てくださいね。あ、いや、かも。この料理は鶏肉の生姜煮込みです。甘辛くて美味しいです。この料理は青魚の煮込みです。この料理はイカの肉詰めの煮込みです。エビのチリソースみたいな味付けをしています。この料理はゆで豚と小ナスの漬物です。ナスの漬物はカーファオと言います。この料理は牛肉と野菜の炒めです。魚だけじゃなくお肉も美味しい。この料理は豆腐の煮込みと青魚の練り物揚げです。早い、安い、うまい。この料理はバサのサワースープです。メコンデルタを代表するスープ料理で、タマリンドやパイナップルなど果実由来の酸味が特徴です。何度食べに行っても毎回新しい発見のある素晴らしいお店だと思います。ホーチミンへ行ったら皆さんもぜひもんで。海鮮のフーティウ。新茶おもいぐん。今日はですね、すごい、フーティウを食べに行きたいと思います。美味しくて安いのでおすすめのお店です。それでは行ってみましょう。レッツゴー。かなり癖の強いお店です。このお店はホーチミン市一区北部に位置します。学生街にあり、ベトナム西部ベンチェー省の海鮮フーティウが食べられるお店です。海鮮とタイ風スープが選べますが、個人的には海鮮の方がおすすめです。唐辛子と柑橘類を混ぜて作るタレです。で、最悪なことに今日は工事をしているようです。ここ家族経営みたいで、結構店員さん癖が強めです。いや、頑張って。いや、もんない。フーティウトンムクですね。トンは、まあ、エビですね。トンでムク。イカを卸売りしてるそうなので、イカがかなりボリューム満点で美味しいです。これは野菜ですね。で、これがフーティウの麺ですね。ここのフーティウは結構もっちりしているのが特徴です。こういう感じですね。これが卵ですね。うずらの卵とお肉ですね。フーティウは弾力のある冷麺で、ベトナム南部の名物麺料理です。意外に思われるかもしれませんが、ベトナムでもイカやタコは日常的に食べられています。これは青唐辛子、レモン、練乳を混ぜ合わせたソースです。イカプリプリでめちゃめちゃ美味しいです。ちょっとこのソース辛みがあるんですけど、つけすぎなければそんなに辛くないですし、このスープセロリの香りがしてめちゃめちゃ香味高くて美味しいです。割と量の多めに春菊が入っても美味しい。
だったのは、まあ、イカが美味しい、エビもプリプリで美味しい、あとフィッシュボールですね。フィッシュボールは淡水魚のバサっていう魚を使っているので、それはそれで独特な味わいがして美味しかったです。あとクジラの卵と豚肉も入ってます。すごい美味しかったです。ごちそうさま。配送のバイクが揉めてたみたいですね。ごちそうさまでした。コムタム。じゃあ、おぶちゃもいぐい。皆さん、こんにちは。今日はですね、コムタムのミシュラン店に行きたいと思います。この広いベトナムの中で、唯一のコムタムのミシュランのビブグルマンに選ばれたお店です。中心地からは5キロくらい離れています。めちゃめちゃいい匂いします。それでは、行ってみましょう。レッツゴー。皆さん、ベトナム最大の経済都市、ホーチミン市へようこそ。このお店は、イックとタンソンニャット空港の間にあるフーニャンクの西側に位置します。このお店は大ぶりな豚リブ肉を提供することで有名です。もう無や。観光客も多いのでスーツケースは預かってもらえます。メニューは限られるので番号だけで注文可能です。コムタム。コムタム。おー早いや、カモン。これがミシュランを取得したコムスンです。手のひらと同じぐらいの大きさですね。かなり大きいです。コムスンはリブ肉の炭火焼きです。焼きたて熱々でない点は少し残念でした。美味しいかな。いただきます。なお、ベトナムではナイフは使わずスプーンとフォークで食事をします。かなり甘みの強いお肉です。多分蜂蜜とかが結構使われていると思います。あと肉がすごい分厚いですね。これが人気の秘密みたいです。甘口の焼肉のタレのような味わいです。確かに美味しいです。辛みが欲しいときはこの唐辛子をダイレクトで食べてみてください。青唐辛子、最近のお気に入りです。あと特徴の一つとして、ご飯の量がすごい少ないですね。大半がお肉です。今スープを追加で注文しました。じゃがいもとか人参、あと大根も入ってます。結構具だくさんですね。おお、美味しそう。野菜は絶妙な茹で加減です。また濃い味付けのお肉にもよく合います。あっさりとした塩味ですね。健康にも良さそうです。お昼時はドライバーがひっきりなしに出入りします。かなり味がしっかりついてるので、ヌクマムは使う必要ないです。ちょっと赤っぽいところもあります。肉がでかい、米が少ない、味付けはかなり甘い、まあ、スープも美味しいです。スープよかったら注文してみてください。料金はまあ妥当だと思います。なんかすごく高いみたいなこと書いてる人がいた気がしたんですけど、妥当な値段です。彼らは一体1日何キロの肉を焼くのでしょう。ホーチミン市の名物料理コムタムですので、一度来てみてもいいと思います。ごちそうさまでした。じゃあ、おべさんもいぐい。皆さん、おはようございます。荒船哲夫です。さて、今回はランキング25の中で2位に選んだコムタムのお店でチキンライスを食べてみようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。煙がすごいですね。今回はタンソンニャット空港から直接向かいました。いや、もっぽんコムガおい、コムガ。おー、すごい。これがコムガーだそうです。おでかいです。で、もうほんと鶏肉とナマスとご飯だけしか乗ってません。シンプルですね。コムタムと同じ味付けですね。基本的には甘くてしょっぱくて、ただコムタムより、あ、コムスンより食べやすいと思います。タレが使ってないところもあって、そんなに味が濃くない、食べやすいです。とにかく鶏もでかいですね。骨に近い部分の肉はとてもジューシーで柔らかかったです。コムテムというとご飯を足してもらいます。サオギン。ベトナムでは料理を食べきれなかった場合、お願いすればスタッフが容器をくれます。で、食べきれない分は持ち帰ることにしました。家で食べます。はい、ごちそうさまでした。鶏の炭火焼きは65,000ドンとかなりお安いです。なので豚肉苦手だなっていう人も、鶏肉のコムがすごく美味しいので、ぜひ食べてみてください。それでは続きまして、第1位の発表です。レッツゴー。鶏肉のフォー。じゃあ、おぶちゃもいぐい。今日はですね、バーガーという鶏肉の入ったフォーを食べに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。この日はバイクタクシーで移動しました。大きなお寺の麓にあるお店です。すごい今日は天気がいいですね。このお店はホーチミン市3区に位置します。店内は驚くほど広く、スタッフも大勢います。この店はミシュラン店でもありながら、ネットフリックスのオリジナルグルメ番組でも紹介された超有名店です。おー、まっか
龙啊，所以你得啊，美中嘛民，美中民族，哦，对吼。昼前からすでに相当数の客入りです。チリソースとレモン塩を鶏肉につけながら食べると美味しいんだそうです。はい、これがですねミシュランにも選ばれた鶏肉の半分がこの春雨の麺にして半分がこの卵麺にしてもらいました。はい、食べていきます。お、うま、めちゃめちゃ濃厚で美味しいスープです。チキンラーメンというよりは水炊きのスープに近い味わいです。個人的には小麦麺と春雨を選んで正解だったと思います。スープだけ飲むと結構日本の鶏そばに近い味ですけど、麺と一緒に食べるとちょうどいいです。でこれはマイバジル。南部の麺料理はハーブや柑橘類を加えて自分好みにアレンジできるのも魅力の一つだと思います。ちなみにこの店ではインスタント麺も選ぶことができます。サドリの卵です。こういう風になってます。ホビロンとはちょっと違いますね。小さめの卵黄だけみたいになってる卵です。鶏の筋管は親鳥の卵巣の中にある卵になる前の内臓部分だそうです。あんまり味はないですね。ほんと卵黄を食べてるだけ。わざわざ注文しなくてもよかったかなというのが正直な感想です。これはサトウキビのジュースです。ここのサトウキビジュースは濃くて美味しいです。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。味はそんなに癖もなく麺もいろいろ選べるので自分好みにアレンジして食べてみるのもいいと思います。アドリの卵はちょっと期待外れだったかなというのが正直な感想ですが、健康にはいいらしいのでぜひ一度食べてみてください。ごちそうさま。スタッフの接客態度の良さも多方面からこの店が高く評価されている理由の一つだと思いました。6人ぐらいスタッフが私の周りにいたので見られすぎて緊張してしまいましたが、味は美味しかったです。ごちそうさまでした。チャオブチョモイグー。皆さんこんにちは、荒船哲夫です。今回はランキング25を発表した上で、1位に選んだ店に再訪します。それでは行ってみましょう。レッツゴー。めちゃめちゃ天気がいいです。今回はこちらのミエンガーヒードンを1位とさせていただきました。審査基準としては味、コスパ、話題性を5点満点にしました。サービスは4点、立地は3点、平均ポイントは 4.4 ポイントです。はい、これが今回ランキングで1位に選んだ鶏肉の春雨ヌードルです。今回は4ですね。こっち側が4で半分が春雨にしてもらいました。で第1位に選ばせてもらった記念としてこちらのゴイガンニョというサラダですねを注文しました。鶏のいろんな部位を使ったサラダになってます。濃厚でこってりした鶏だしが特徴の一杯です。サラダはバナナの花やタデの葉がたっぷりと使われたさっぱりとした味わいです。おいしい。ちょっと酸味がある味付けですね。酸味と甘みを感じます。慢性的に混んでいますが一人でも利用しやすく好印象です。サラダは別としてこの麺はやっぱり美味しいです。今回改めて食べてみた結果、個人的には卵麺と春雨の大サイズがおすすめです。このタレがアラビアータみたいな味がします。すっごいこのタレが美味しい。ちなみに汁なしの麺を注文することも可能だそうです。サラダの骨の部分が多くて見た目ほどボリュームはなかったです。はい、ごちそうさまでした。1位に選んでよかったのかなってちょっと今考えながら食べましたけど、春雨ヌードルはとっても美味しいので、春雨ヌードルを食べて近所に美味しいお店いっぱいあるので、まあ、タイのお店に行ってみたりとかして、ここを拠点にいろんな食べ物屋を探してみてもいいと思います。ごちそうさまでした。1時間にもわたる、長編動画見ていただきありがとうございました。今後はホーチミン市だけでなくベトナム中部の都市についても紹介どんどん紹介していく予定です。お楽しみに。じゃあねー。今日のチャンネル登録者数は1315人。皆さんありがとうねー。